ミキに新たなスケベキャラが来たーというか全キャラスケベなんだぜ。4位、立ち絵。立ち絵の時点でスケベが爆発しているソーダちゃんです。でかい。特盛メイドのソーダちゃんなのでした。ちなみに、お掃除が得意だそうです。もうすべてが卑猥に聞こえてしまう。3位、銃構え時。楽しそうに銃を構えるソーダちゃんです。良い笑顔ですよ。しかし、パンツは見えないのでした。2位、立ち絵タッチ時。タッチするとハートマークを描いてくれるソーダちゃんですが、父の揺れもすごいことになってます。揺れすぎ。さらに、若干ですがパンツも見せてくれるのでした。本当に若干ですね。若干です。しかし、父の圧がすごすぎてそっちばかり見てしまうという。1位、銃連射時。ミケといえばやはりこれ、銃連射時です。連射銃の振動を利用した尻揺れですね。さらに、出血大サービスでパンツも大開放中でございます。尻揺れにパンツに、絶景ですな。これがあるから、ミケはやめられないですな。はい、というわけで、ソーダちゃんのパンツランキングでした。いかがだったでしょうか。なんだかんだスケベと低いキャラも多いニケですが、ソーダちゃんは火の玉ストレートなスケベキャラでしたね。父よりパンツありと大満足でした。ニケさん、この調子で頑張ってください。はい、というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画が面白かったら、高評価やフォローもよろしくです。ではでは。